はい、ではいつも通り3分くらい募集をかけるんで、適当によろです。よし。来年にはもうちょっと便利なところに引っ越すか。アットちゃんにもたまには本当のことが書かれてるもんだ。地図でいいか。
ん？密林か？なんだよ、つか生放送中だっつーの。つか、用ならインターホン押せよ。酔っ払いか？はいはい、今開けます。どちら様ですか？あんたら、どこのどなた？
大丈夫。最近たまにあるんだ。相変わらず心配性だな、お前は。大丈夫だよ。さあ、入ってくれ。そうだ、せっかく来てもらったのにすまん。生放送中なんだよ。いや、お前ら相手にそういうわけにもいかないだろ。ん？いや、なんでもない。なんだよこれ。ふざけんなよ。流行を予想することが肝なこの仕事は天職だよ。出来レースみたいなもんだ。一言では言いづらいな。強いて言えば自分がどこまでいけるか試したいみたいな感じなんだけど。誰も経験したことないから、誰かに聞くってわけにいかないだろ。だから自分でやれるだけやってみたいっつうか。って、かっこよすぎか、これは。悪いな、働かせて。ああ、冷蔵庫の中適当に見繕ってくれていいから。ああ、静かにな。
申し訳ない、この安売りセールしていた地図がありえないくらい硬くて。どうしました？なんだこれ。